学校法人新学会は長野県を本拠に教育事業を行う学校法人である。本部は長野県長野市南県庁千山3に所在する。現在の組織は2010年3月に学校法人新修学園が学校法人新学会と解消の上グループの母体であった財団法人新学会と機能統合したものである。 新学会グループを組織し、幼児、児童から大学受験生、社会人を対象にした教育事業を長野県内各地で展開しており、全国有数の総合教育機関を標榜している。具体的には、いわゆる新学会幼稚園、保育園と総称される、私立幼稚園、保育園による幼児教育、新学会セミナール、個別スクールパスによる小、中、 高校生を主に対象とした学習指導、支援、長野、上田、新州の3予備学校による大学受験指導、佐長生中学、高等学校による中等教育などである。社会人教育は、シナの毎日新聞、新越放送、電産と共同で設立した長野県カルチャーセンターによるカルチャースクール、 新学会本体による A 会話教室などにより展開されている。高校入試シーズンに SBC テレビで放映される高校入試チェックゴールのテキスト監修と放送での問題解説で制作協力している。また、長野健康等学校入試の正解速報の作成、テレビ放送での解説でも協力している。グループは学校法人新学会のほか 学校法人整形学園、社会福祉法人新修復士会、社会福祉法人栗田保育園などで組織されている。ありがとうございます。